はいどうも、白熊先生です。今日はですね、まあ、この動画を撮ってるのは2018年の、まあ、9月の15日なんですけども、まあ、その2018年9月15日現在、ちょっと前に、北海道でですね、ちょっと大きい地震があったんですよね。まあ、皆さんももう絶対知ってらっしゃるとは思うんですけど、ニュースとかでやってたし。で、その、まあ、地震でね、まあ、いろいろ本当、地震で、まあ、停電とかもね、長時間して大変な目に遭った人もいるわけじゃないですか、本当に。うん。で、その地震にかこつけて、ある YouTuber がやっていた企画があまりにもこれは許せないなって思ったので、まあ、ちょっとその話をしたいと思います。はい。まあ、その話をする前に、まあ、前段階として話しておきたいことは何かっていうと、まあ、言ってみても、まあ、その人は底辺 YouTuber だったんですけど、まあ、僕も底辺 YouTuber じゃないですか。チャンネル登録者数からしたらね。うん。で、やっぱりその底辺 YouTuber の人たちっていうのは、まあ、売れたいんですよね。何としてでも売れたい。人気者になりたい。登録者数を増やしたいと。で、やっぱりいろんな方法を試すわけじゃないですか。で、やっぱりその見てて、僕と同じ底辺 YouTuber の人を見てて思うのは、やっぱりその、やり方としてすごくその、まあ、増やしたいのはわかるけど、それはなんかやり方としてダサくないとか、なんかあまりにもなんかちょっとなんかやりすぎじゃないみたいなこともやっぱ多いじゃないですか。まあ、例えばの話ですけど、とにかく有名な YouTuber と絡めばいいと思って、有名な YouTuber さんに DM を送りまくったりとかね、コラボしてくださいとか、死ぬほど送るとか、うん。他には、ツイッターとかでね、YouTuber とかで検索して、YouTuber 好きなツイッターの人たちをもう一日もう何十件何百件といいねしたりとかフォローしたりするっていうね。だから YouTuber 大好きですみたいなこと言ってる、そこ書いてある人のね、プロフィールを見つけたらとにかくいいねとか、フォローとかしまくるっていう。で、それを一日にグループ YouTuber だったら一人100件とかやってたりするんですよね。そういう風にいいねをもらえれば、あ、こんな底辺 YouTuber いるんだ、ちょっと見てみようかなって言って宣伝になったりもするわけですから。はい。まあ、あとは他には、パクリ企画ですよね。パクリ企画。いわゆるテレビだったり、有名 YouTuber がやってることとかをもう全パクリするっていう、すべて。オリジナリティとかはなし。とにかく今流行ってるものすべてやる。そのまんま。自分のエッセンスを加えるとかでもなく。とか。あとはプレゼント企画とかもそうですよね。とにかく、まあ、要は金をばらまくみたいなことですよ。要は Amazon ギフトカードプレゼント、ね、DS プレゼントとかね、やって人を引きつけるとか。うん、で、やっぱり僕自身は、まあ、この YouTube チャンネル見てくださってる方はわかると思うんですけど、そういう方法って一切取らないんですよね。もう本当に。でもそれは結局なんでかっていうと、僕自身が別にこの YouTube を趣味としてやってるだけで、これで有名になりたいとか、チヤホヤされたいみたいな思いが全くないんですよね。うん。本当に趣味でやってるだけなんで。まあ、だからこそ、まあ、そういう方法は取らないんですよ。でもやっぱりどうしてもね、 YouTube で俺はのし上がりたいんだと、ね、俺はチヤホヤされてんだ、女の子にモテてんだと、ね、金が欲しいんだ俺はってやってる人たちがすると、まあやっぱりそういう方法を取らざるを得ないというか、ね、がむしゃらでも何でもいいから、ね、どんだけ格好悪くてもやるっていう姿になっちゃうわけですよ。で、そういう姿っていうのは、正直僕自身はですよ、ダセーなって思うし、何やってんのこいつとは正直思いますけど、でもどっかでちょっと、あ、でもそこまでして頑張るっていうのもすごいことなのかなっていうふうに思う僕もいるんですよ、やっぱり。っていう気持ちが今まであったんですけど、ちょっと今回ですね、見かけた某 YouTuber に関しては、これはマジで許せねえなってことしてるんですよ。それ何かっていうと、まあ、さっきも話しましたけど、北海道で、まあ、地震がありましたよね、震度7の。で、そうなってくると、やっぱり、まあ、いろんな有名人さんだったりとか、まあ、いろんな、その、なんで言うんですかね、企業だったりとかが、やっぱり募金を集めたりするじゃないですか。みんなで、ここ、支援物資を送りましょうとか、まあ、募金をお願いしますとか、いろいろやってますよね。で、その YouTuber がやった企画、動画が何かっていうと、ね、皆さんがこのチャンネルを登録してくれた数かける10円の募金をしますっていう企画なんですよ。いやいやいやと、いやマジでこれはダメだろっていうね。いや、何お前のチャンネル登録者数を増やすっていうことに、そう、北海道の地震のこと絡めてんだよっていう。いや、お前そんなことしてる暇あったら普通にお前千円札でいいから募金すりゃいいじゃんみたいな。ね、だって1人登録者数が増えたら10円募金するってことは 100人ね、例えばチャンネル登録者数がその動画を上げて、ちなみにそれは期限が決まってるんですよ。10月何日までやってますみたいな、までが期限ですみたいな。で、その期限までに、じゃあ例えば1000人チャンネル登録者数が増えたとしたら1万円募金するってことじゃないですか。いや、別に1000人増えなくても本当に募金したい、その北海道の人たちのためになりたいって思いがあるんだったら、そんな動画にさっさと1万円募金すりゃいいじゃんっていう。うん、
じゃああれでしょ、もしかして100人しか増えなかったとしたら1000円しか募金しないわけでしょ。本当は1万円持ってても1000円しか募金しないわけでしょ。それってなんか本当に、なんかそこはなんかやっぱりね、絡めちゃダメだろうって思うんですよね。やっぱりこういう地震ってとか震災、やっぱり本当に家が大変なことになってね、まあその命は助かったかもしれないけども、そういう後々いろんな負債を抱えちゃう、負債ね、借金を抱えちゃう人とか、もうなんだったら本当に命を落としちゃう人もいるような、こういう震災系のことにおいて、それを絡めてやるっていうのは本当アホだなって思って、もう僕がそいつのチャンネル登録とかしてたら、その瞬間にもうチャンネル登録切るけどなくらいの感じなんですよねって僕は思うんですよ。はい、でまた期限を決めてるのも腹立つじゃないですか。10月何日までですよこの動画の期限はって言ってますけど、いやいやいやと、じゃあ支援に期限なんてあるのっていうね。いやそれ過ぎてもさ、募金なんていつでもできるわけですよ、本当にその気になれば。北海道の人たちを思うんだったらね、そこで締め切るって、これ以降は別に増えても募金しないって、もう何やってんのって、それも腹立つし、なんか期限を決めんなと勝手に。でもその期限の決めたあれっていうのは、もう単純になんかそのお前がね、まあそれを期限を決めないと永遠に自分が募金しないといけなくなっちゃうから、それが辛いからだろってことじゃないですか。で自分で決めたルールのくせしてね、誰かにやらされてるわけじゃないですかね、自分でやっといてそんなこと言ってるわけですからね。なんかで、ちなみにですけど、その YouTuber のじゃあね、あのチームでやってる方なんですけど、その名前を言えばいいとかここでねとは思うんですけど、僕はそれ言いたくないんですよ。まあ普通のね、なんだろうな、なんかその炎上的な YouTuber だったりとか、うわーっていうタイプの YouTuber だと、なんかその人のこう、なんだろう、その名前をも出してね、なったらそれの YouTube の動画の URL とかもね載したりとかすると思うんですけど、まあ僕は別にそういうことしたくないんでね、なんかっていうのもあるし、あと単純になんかそいつらの名前を出して、まあ別に本当に少ない数ですけども、この YouTube チャンネル見てる方たちがそいつらのとこ行ってね、そいつらの再生回数が1回でも上がるのも腹立つっていうのもあるしね、あと単純にやっぱりそれを見てしまうと、やっぱり普通の精神の方だったら僕みたいに絶対腹立つと思うんですよ、絶対に。なんかこの皆さんの気持ちを、なんだろうな、その怒らしたくないっていうか、嫌な気分にさしたくないっていうね、その皆さんの気持ちが嫌な気分になることの補助みたいなことを僕がしたくないみたいな気持ちもあるんでね。まあだからね、まあ、まとめに入りますけど、底辺 YouTuber の方もね、本当にがむしゃらにやるのはいいですけどね、でがむしゃらにやってもやっぱり元々のセンスがないやつなんていうのは、そういうダサい戦法を取らざるを得ないんですよ。センスがないやりの戦い方をするしかない、それは別にしょうがない、誰しもが才能があるわけじゃないから。ただセンスがないとしても、そこは踏み越えちゃダメだろっていうラインですよね。そこだけはちゃんと守ろうよって話です。そしてそういう自分のね、が応援してる YouTuber さんがそういうことをしてたら、自分が好きだからって言ってそれを受け入れて、頑張れ頑張れっていう風にコメントでしたり高評価をしたりするんじゃなくて、いやいやそれはないですよと、それは違いますっていう風に言えるような、そのまあそれのファンというか登録者とね、 YouTuber の関係であってほしいなって思ったって話です。まあ、ちなみにやっぱりその動画僕は見ましたけど、1回だけ、ファンの人たちは好意的な感じで見てましたからね、これが怖いところですよね。ファンからするとそれも好意的になっちゃうんですよ。はい、まあそんなところで、まあちょっと脈絡のない急にね終わっちゃいますけども、まあ本当緊急でこの動画撮ってるんでね、ちょっとあんまりまとめれてなかったんですけど、どうしてもちょっとねこの話をしたかったんで、まあ急遽撮ることにしました。はい、じゃあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。